どんな気持ちですか今。上手に弾けてよかったって気持ちです。お客さんがたくさんいるともっと弾きたい気持ちになる。それはきっと演奏家になれるかもしれない。ね、難しい曲練習するときって何注意する？テンポに注意します。いっぱい注意することがあるからね、頭の中をしっかり整理してまたたくさんの曲を弾いてください。